しました。順番に購入品紹介していきたいと思います。はい、こんな感じで袋、もうこの袋めちゃめちゃ溜まってきております。はい、今回買ってきたものはこちらです。そしてですね、ノベルティももらってきたので、そちらも開封していきたいと思います。改めまして、ちいかわランド京都市場河原町店オープンおめでとうございます。はい、開けていきます。はい、こちらがにぎりのちいかわちゃんとハチワレちゃん。すっごいキラキラしてます。すっごいキラキラしてる。みずみずしくて美味しいねのところです。はい、こちらのベルティーでいただきました。そしてですね、こちらはちいかわランドじゃなくてどっかのコンビニで見かけたんですけど、そちらも合わせて開封していきたいと思います。これはですね、ちいかわランドの乗れませんのハチワレちゃんですね。スマホに貼れるステッカーということで、すごい可愛いです。乗れないって分かってキュッてなってるんですよね。すごく可愛いです。この間新発売されたなんでのハチワレちゃんですね。このなんでのハチワレちゃん、すごく可愛くて好きです。タオルとかもあったんですけど、自分バンドのオタクなので、タオルが本当に山のようにあるんですよね。なので今回はちょっと遠慮しました。スペースキャット感出てますよね。そういうことなのかな、わかんないけど。はい、それでは次順番に開封していきたいと思います。まずプチキャンから。プチキャンはキャンディーということで、この缶が10種類あるってことですね。何が出るかな、見てみますね。せーの、カエルのやつだ。かわいいですね、これ。すごいコンパクトでいい。自分結構ピアスなくすので、そういうもの入れたりとかして活用したいと思います。後ろはちいかわってなってます。ハチワレちゃんのキってなってる顔ですね。スンってなってるちいかわちゃんとうさぎさん。横が音符とかいろんな記号になってて可愛いです。え、可愛いなこれ。中も可愛い。ニュンっていう顔の飴ですね。3つある。飴は先に食べた方がいいのかなと思うので、ちょっと1個開けてみます。綺麗だ。グレープ味だった気がする。美味しいです。キャンディーが入った小さな缶だよということで、うん、可愛いです。3人いるのお得だな。チーカーグミ、これね、本当にどこを探してもなくて、探してたんですけど、チーカーランド京都にありました。チーカーグミ大カットステッカー付きということで、大カットステッカーが1枚付いてくるという、野球ポテトチップスみたいな感じですね。全16種ということで、絵柄が書いてある。何が欲しいかな。どれも可愛いな。この休みが終わっちゃうよう欲しいかも。自分でビリって破るタイプのやつじゃなくて、もう直接入ってるやつだ。すごい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 。ハチワレちゃんとウサギさんとちいかわちゃん。結構歯ごたえある感じのグミです。そしてこっちが大カットステッカーそうですね。休み終わっちゃうねが欲しいな。いきます。せーの、ポン。妖精さんになった時の可愛い。これもスマホとかに貼りやすいサイズでいいかなと思います。シールコレクションと比べるとだいぶね、2倍くらい厚いですよ。可愛い。鈴入りお顔マスコット全8種。ちいかわちゃん2種、ハチワレちゃん2種、うさぎさん1種、ラッコさん1種、モモンガちゃん1種、シーサーちゃん1種。いや、私はね、バンド好きになったきっかけがオレンジレンジなので、沖縄がね、やっぱ魅力的に感じてしまう差があるんですよね。シーサーちゃんすごいいい子だし、もともと好きだったんですけど、スーパーアルバイターのね、近くの騒動もあって、より頑張ってほしいよってなっているので、シーサーちゃんが欲しいです。まあ、どれ当たってもいいんですけど、希望はシーサーちゃんということで、ちいかわ鈴井にお顔マスコット見ていきます。よいしょ。あ、なんか青いの見えた。青いの見えた。青いの見えた。青っていうか何、え、何何何何、青、これはどっちだ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 。後ろ姿は一緒ですもんね。どっちがいい。どっちでもいいけど、っていうかね、このニコッと笑ってるちいかわちゃんがめっちゃごっちに見えるんですよね。もうそんなことはどうでもよくて、笑ってるのが2個がいいかな。いきますね。せーの、ポン。気が強い。え、めっちゃ嬉しいんですけど、え、めっちゃ嬉しいんですけど、
え、めっちゃ嬉しいんですけど、これなんか耳がこうぷにょってなってるけど、水色見えたからね、一瞬モモンガちゃんなのかなとか思ったけど、めっちゃ可愛い。鈴入ってるし、え、めっちゃ可愛いな。ニコってしてる、このニコってしてるちいかわちゃんも欲しくなってきちゃった。こっちっぽいし嬉しい。今回はちいかわランド京都市場河原町店で購入した商品をご紹介しました。すごい個人的には満足する内容で嬉しかったです。どれもすごくおすすめなので、皆さん興味のある方はチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。主に YouTube では私の京都の暮らしを Vlog にして公開しています。そしてちいかわにめちゃめちゃハマっているので、こういう形でちいかわの購入品紹介をすることも最近は増えておりますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではおいでした。バイバイ。